皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。毎日 YouTuber の松本かな子ですって言った方がいいのか今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲はね、12月ですね。12月クリスマスがあります。クリスマスソングをどんどん歌っていきたいなと思います。今日チャレンジする1曲は2001年の10月24日にリリースされました桑田佳祐さん自身7作目のシングルとして発表されました白い恋人たちにチャレンジしてみたいと思います。はいね、なんかこちらクリスマスって言葉は使われてないんですけれども、なんかクリスマスに必ずかかる名曲ですね。はい、こちらはですねトリプルプラチナゴールドディスク賞、そしてチャクータフルゴールドディスク賞受賞しています、ねえー、こちら波乗りジョニーから3ヶ月後に発表された楽曲だそうです、ね、第16回日本ゴールドディスク大賞、第43回日本レコード大賞受賞ということで、桑田さんのねすごいですよね。いろんなも本当に面白い曲からこういうねロマンティックな曲まで本当に天才ですね。はい、自身出演のコカ・コーラのキャンペーン CM ソングとしてかかっていました。あとユニクロのね CM ソングとしてもかかっていましたね。いろんな人がね、平井堅さんとかね有名な方もカバーしている一曲です。松かなもチャレンジしてみたいと思います。聴いてください、白い恋人たち。夜に向かって雪が降り積もると、悲しみがそっと胸に込み心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風を待ってる。もう今宵涙こらえて奏でる愛のせいで、今も忘れない恋の歌。雪よもう一度だけこのときめきせれない、一人泣き濡れた ございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。おー、危なく間違えそうだったいやー、なんか切ないけど本当に素敵な曲ですね。本当12月はね、本当街もなんかねイルミネーションとかしてキラキラ輝き出して、やばい、松かなの山だ、クリスマスツリー出してない出さなきゃ終わってしまうね。そうなの、もうこの、 あのハロウィンからクリスマス、クリスマスからお正月っていうのがこう早くてね、いつもああっていう感じでね、はい、クリスマスツリー出してね、ちょっと家の外もキラキラ飾ろうかなね。本当にね素敵なクリスマス
を過ごしてください。宣伝です。12月の、ね、もう入りました。あともう10日後だ。12月の11日、スナックチョコさんにてね、今年最後、あ、じゃない、12月25日も、ね、そうクリスマス歌うんだった、だったとか言って忘れちゃダメ。そうなんです、12月11日が大田原のスナックチョコさんで松かなワンマンライブございます。たっぷりこの1年ね、365日歌ってきた曲の中からよろすぐりの曲を歌いたいと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、来れるっていう方ぜひぜひね、あのメッセージ待ってますのでよろしくお願いします。そして12月の25日は、鳥の目キャンプ場の方でですね、はい、あの松かな歌うイベントで歌わせていただきますので、はい、あのそちらの方もよかったら見に来てください、ね、楽しいこといっぱいでニコニコで12月も過ごしていきましょう。それでは明日も元気に松かなチャンネルでお待ちしてます。またね。